剛力彩芽27と ZOZO 創業者でスタートトゥデイ社長の前澤友作氏44が昨年10月の破局から一転、今年に入って復縁したと22日、ニュースサイト文春オンラインが報じた。剛力の所属事務所は同サイトの報道について同日、日刊スポーツの取材に対し、大人なのでプライベートは本人に任せています、とし、否定はしなかった。写真。剛力彩芽、お就活、にちなみ、洋服の整理をした、文春オンラインによると、前澤氏は今年2月、スタートトゥデイ社員らの前で剛力との復縁を宣言。今月にはデートしていたという、二人は18年4月、一部で交際が報じられ、熱愛が発覚。同7月にはサッカー W 杯ロシア大会観戦を伺わせる写真を SNS に投稿するなどした。同9月には、米宇宙ベンチャー企業が23年予定の月周回旅行の初契約者として前澤氏を発表。同10月には日本外国特派員協会の会見で前澤氏は剛力が月に行きたいと熱望していると明かすなどラブラブと思われていた。しかし19年11月一部で破局が報じられた。同10月、剛力側から女優業に力を入れたいと前澤氏に申し出て、別れたと見られていた。ただ剛力は破局後、同12月のラジオ生放送で、前澤氏について、形としては終わってますけど、私の気持ちとしては残ってます、と明かすなど、未練を伺わせていた。